あのね、すっごいアーティスト見つけたんよ。見つけたっていうか、日本じゃない。素晴らしいアーティストがいてね、そのアーティストに、ぜひ会ってきてほしい。ピー様に。私は日本で活動があるので、なかなか海外に行けないので、代わりに行ってきていただきたい。なんと、モンゴルにすごいアーティストがいるんです。めちゃくちゃかっこよくって、最先端の音楽をやってるグループがモンゴルの方で、ぜひ会ってきてほしいなと思いまして、行ってきていただきたいなと。ちなみに今、氷点下35度でございます。そんな世界あるんですね。まあ私の想像するモンゴルはゲルと大草原と馬とみたいな。グランバートルはこうビルとかがあってすごい街になってて、そのギャップもぜひ撮ってきてください。できればマイナス35度の寒さを体験できるような絵を撮ってきてくださると信じておりますので、モンゴルに行ってただ会ってくださいじゃなくって、その方たちを日本で活躍してほしいなと思って、できればこう日本語とかで歌とかも歌ってくれたらめっちゃかっこいいと思って、それを皆さんにも知っていただきたい、見ていただきたいっていう部分も含めて、ぜひカメラに残してきてください。皆さんどんなアーティストか楽しみにしててくださいね。ということで P 様いってらっしゃい。さあということで、無事ですねモンゴルのウランバートルにありますチンギスハン空港の方に到着いたしました。さあということでモンゴル到着いたしました、ウランバートルでございます。今日はですね、まあ、島谷瞳からの指令でもあります、なぜ私が頼まれたのか逆に謎ではございますが、モンゴルのアーティストに会ってきてほしいということで、モンゴルのある有名な事務所に、そのアーティストを、視察してきてほしいということで、事前アポは、取ってあります。これから会いに行ってみたいというふうに思います。今回モンゴルをご招待いただいている川内さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして通訳でしてくれるエギーさんです。エギーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあすいません、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それゴールドコービーってモンゴルのビールです。美味しい。美味しいですよ。伸びやすくて美味しいですね、これ。結構さっぱりしてますね。さっぱりしてますよね。うん、塩味のミルク。はい。普通に塩。飲むんですか。はい。これが普通のミルク。うん、結構熱いですね。ご家庭でもみんなこれ出してくれるよね。はい、今までなんか、クラムチャウダー飲んでる感じ。クラムチャウダー、そうですね。あれ、スープって感じ。お肉と、きな粉が入っててスープを。でこの揚げパンを入れてスープに入れて食べます。でモンゴルのスープはだしを使わないんですね。でもこのお肉からのだしって感じで、まあ、物からだしが出るって感じ。でだしの素みたいなものはないんですか、日本みたいに。ないんです。使わないんです。はい、それ美味しい。僕好きなんですよ、羊とかヤギとか、はい、これ何ですか。これは、焼きうどん。ああ、焼きうどん、はい、これうどんなんだ、平打ちの、はい、で上の方が、羊の尻尾です、この油は。羊の尻尾、はい、はい、尻尾の。初めて食べるかも。こうやってこれが、羊の尻尾、はい、これが羊の尻尾です。これが、これ難しいよ。これは普通に食べられるものではないですね。これ多分日本ではまずないですね。これちょっと食べてみたいと思います。行ってみたいと思います。あ、羊の尻尾は羊の独特の獣臭みたいなのがなくて、さっぱりしてて、すごく栄養がたっぷり入ってる。臭みがない、うん、赤ちゃんがこうやってしゃぶってる、赤ちゃんが、赤ちゃんがしゃぶる、はい、はあ、うん、そしてこっちが揚げ餃子。揚げ餃子、餃子って言ってももう大きさが餃子とは全然違うんですけれども、ですよこれ。これはモンゴルのソイソースです。醤油ですね。普通はつけないで皆さんこっちを食べるみたいなんですけど、頼まないと出てこなかったです。今日はあえてちょっとこのモンゴルで使われている醤油を使って食べてみたいと思います。さあということでですね、これがモンゴルの餃子です。大きいですよ、手からするとこれぐらいのサイズか。手のひらより大きい。手のひらより大きい。中はですね
こんな感じですね。この醤油をつけてみたいと思います。あ、結構コクのある醤油。うん、美味しい。日本の醤油のさっぱり感はないですね。ないですよね。結構濃いですよね。濃いですね、味が。今、耳が凍傷になるので、耳が凍るそうです。なので耳が凍らないように、こんな感じに今、してもらいました。ありがとうございます。凍ったら、触っちゃダメなんでしょ？はい。触ったら取れちゃう。取れちゃいます。取れちゃいます。いや、すごすぎる。これ電話ボックスです。これはなかなかですよ。この電話ボックスは面白いです。かっこいい絵になる。これプロモーションビデオとかで使えるぐらいのかっこよさですよ。うわ、おしゃれだ。さあ、ということで、ここが国会議事堂。で、ここがチンギスハン広場。今から行ってみたいと思います。いやー、すごいですね。目の前で見ると、やっぱりすごく壮大。氷のオブジェがいっぱい置いてありますよ。見ての通り、氷点下27度ですので、こんな分厚い氷溶けないでそのままずっとあるという状況です。太陽が出てますけどね、全然溶けないですね。これがチンギスハーンです。英雄ですね。そして、ここ、国会議事堂になります。でかいです、とにかく。ウランバートルのウランとは、赤で、バートルは英雄。赤い英雄という名前の、土地です。ですね、こちら島谷が言っていたミュージシャンアーティストがいるレトミュージックに来ました。さあ、ということで中に入れていただきました。スタジオの方にご案内いただけるそうです。失礼します。すごいですね、いきなりこんな入らせていただいて。わあ、素敵な事務所です。見てください、日本のコーナー、桜、日本コーナーですね。これ桜ですね。わあ、素敵なオフィスですね。これはバトーキンですね。バトーキンだ。あ、これはすごい。初めて実物見た、バトーキン。マグシップの。はい。この演奏は聞いたことあります。ああ、うわー、ここで。このすごいのがナランゾンさんはもう本当にこちらでは有名なあの番組でプロデュースしてるんですよね。有名な番組の審査員で、しかもここで全部音楽を自分一人で作る。ワサビーズを生んだ、はい、きっかけっていうか、そのわさびって日本語がついてるじゃないですか、はい、これなんでなんですか。おわさびのやっぱね普通に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 文化雑誌ってそのままの文化が大事だよ。人ってなったら普通にバッと人ってなったら普通に知ってるって言ってますね。あ、ほんとは、あいつじゃなくて、ほくち、たがっちゃう、ほくちゅう、つづくたがってきてて、おもって、たがって、やきてん、ほくち、あいつきた。会えるんですか、じゃあ、その、ザ・ワサビーズに、ワサビーズがライブをしてくれるんですね。私たちだけのために、私たちだけのために、ライブをしてくれる。うわぁ、すごいです。Thank you.
ありがとうございました。いや本当に素敵でした。ありがとう。カメラに向かって自己紹介で一人ずつ。こんにちは、私はウィンディです。皆さんこんにちは、私はサービスのリーダーウィッカです。こんにちは、私はジャスミンです。こんにちは、私たちは私はアノカです。はい、いやすごかったです。本当にあの感動しました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日我々のために、そうですね、もうそっていうか私が東京から来たということで、そうなんです、ライブしてくれてるんですよね。ね、1時間ぐらいライブしてくれました。これは島谷が会ってきてくれって言って、あ、もう会って本当に良かったです。良かったですね。すごいアーティストです。本当に素晴らしいドラマが起こりました。まさにレトミュージックは、本当にアーティストの宝、もう宝庫でした。また日本で活躍できるアーティストがいっぱいいたので、僕はもう本当に感動しています。ナランゾンさんの楽しんで音楽をやるってことが熱く語ってくれたのが印象的でした。あの素晴らしい音楽が私も作れるようにいい刺激を受けたなと思います。ザ・ワサビーズは必ず日本で活躍すると思いますので、皆さんぜひ見守ってください。以上、私現場から P 様がお伝えいたしました。ありがとうございました。おはようございます。モンゴル、2日目の朝です。2日目の朝はですね、なんと気温が今、氷点下27度ということです。さあ、ということでですね、2日目の朝なんですけれども、なんとありえないことが起こりました。モンゴルの国立美術館の裏に来ました。ご紹介でモンゴルの美術協会の会長さんにお会いできるということで、すごいことですよこれは。はい、ということでですね、失礼します。ナイスミーチュー。はい、ウェルカムウェルカムウェルカム。どうもナイスミーチュー。いや、もう嬉しいです、お会いできて。よろしくお願いします。ありがとうございます。モンゴルといえば杯ですね。友達になった証ですか。モンゴルのウォッカ、これを乾杯するんですか。初めましての、初めましての乾杯します。うわー、すごいですねこれ。ありがとうございます。いやー、すごい幸せ。ありがとうございます。乾杯。あ、飲みやすい、美味しい。ちょっと今びっくりしたんですけど、エンギーさん息子さんなんです。そうですね、息子さんなんですね。で、僕今日あの金本さんとは通訳ということで、日本の友達からのご紹介なんですけど、なんとお二人はポリスマンなんですね。はい、僕今ポリスにあの知らないうちに守られていたっていう現実を知りました。ありがとうございます。さあ、ということで私ちぎりのお酒しっかり飲ませていただきました。ここはモンゴル警察の音楽隊アンサンブルの拠点です。今ここにご招待されて今来ました。どんだけすごいことになってきたんだこれ。この旅もちょっとわからなくなってきたぞ。柴谷見てるか、すごいことになっているぞ。さあ、ということで中に入ってきました。敬礼させてもらって、ありがとうございます。チンギさんだよ。チンギさん、チンギさんです。これエンディさん、着替えた。着替えたでしょ。大丈夫。ポリスになった。じゃあ、ありがとうございます。はい、どうぞ。エンディさん、すいません、ありがとうございます。さあ、ということでですね、大佐をご紹介いただいて、なんと大佐にご挨拶させていただき、どうもありがとうございます、大佐。三月のこんにちは。日本語が上手いですね、大佐は。大佐、ありがとうございます。さあ、ということで、この後、
演奏を見せてもらえるっていうことですか。そうですね、はい、でしかも今日日曜日なのに、はい、僕のために用意してくれてるんですか。そうですね本当ですか、はい、結構準備しました、ね、すごい、すごいですね。もう本当にありがとうございます、はい、楽しみにしています。コンサートホールですね、はい、今日このために用意してくれてるんですね。ここを僕のために今日用意してくれてるんですか。そう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 、これ、はい、いやーすごいですよ。僕ちょっと興奮してます。そうです、はい、今の本当に僕のためにやってくれたんですよ ね、 すね、この長い時間うーわー、これは僕はちょっと痺れました。最後のキスはただ音だけ聞かれるね。この目は怪しいた気まくって雑ない香り、明日の今頃にはあなたはここにいるんだね。じゃあチューズ、チューズ、シュア。おはようございます。3日目の朝です、今日の気温は氷点下29度でございます。モンゴルの水事情はということですが、モンゴルの水道水は飲むことができません。なぜかというと水道管が全て鉄でできているからだそうです。ということでこの水はですね、残念ながらお口に入れることができませんので、全てミネラルウォーターで垂らしています。もうほとんどですね、走ってる車のほとんどがトヨタ車です、非常にこれもまた特徴の一つかもしれません。さあ、それでは今日も頑張って行ってみたいと思います。それではモンゴルに来ましたので、今外は氷点下30度、その中で、タオルを
回したら本当に凍るのか、前回アカンコでも実験しましたけどあんまり凍らなかったです。バナナで釘は打てましたけどね。で次は、お湯を熱湯を空に巻くと煙になるのか、この2つを氷点下30度の中で実験したいと思います。ベリーコールド、コールド、寒い。外で今から、皆さんに見てほしい実験をします。あ、固まってきたんじゃない？寒い。 いやまだ固まってないですね。凍ってる、これ。こんな行ってみますよ。はい。あ、凍った凍った凍った、ほら凍りました。これだ、すごい。これですよ。日本の皆さん見ました？これ凍りました。カッチカチですよ、ほら。寒いでしょ。カッチカチ、カッチカチ、すごい。いや、1個目の実験 OK。 はい、じゃあ次2つ目。これをこれはなるかな、そっちの方。俺じゃあこれいきますよ。これ中に熱湯が入ってます。で上空に僕がぶちまけるので、これで煙が出るかどうか。いきます、いきますよ。あ、寒い。せーの、うわぁ、すごい。煙になった。本当になった。うわ、すごい。お湯が煙になった。これ氷点下30度ではお湯は粉になります。粉になります。実験成功です。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、おはようございます。ただいまモンゴルウランバートル、氷点下31度でございます。先週まではですね、氷点下40度ぐらいあったそうですが、今は氷点下31度ということで、だいぶ暖かいということです。さあ、ということでですね、4日目の朝、外に出てまいりました。やはり寒いです。今日はですね、ナランゾンさんとですね、再度向こうからお会いしたいということで、呼ばれましたので、早速行ってみたいと思います。いやー、寒い。さあ、ということでですね、このモンゴルで一番、有名というか一番もうトップの金融の会社の、オーナーさんにお会いすることができました。今こちらに来ました。はい、もう貴重な体験をさせていただきました。あ、これがそのメタランド。わさびメタランド、はい、メタランドですね。はい、オーロペティキね、シテペガギね、オシテステージはどっちだ。あ、こっちだ。無事東京に戻ってまいりました。まあ、今回のモンゴルですね、島谷の急遽無理を聞きまして行ってまいりました。5日間、非常にハードなモンゴル滞在でした。まず気温がですね、もう常に氷点下25度超え。これはもうね、日本人にはもう答えます。まあ、正直今回どっか痛いかなとかいろいろなんか心配したんですけど、結果鼻の中がめちゃくちゃ切れるっていう、そういう症状があります。ですのでですね、皆さんぜひモンゴルに渡航される方はかなりの防寒をしていってください、この時期は。で、夏場はですね、北海道ぐらいということですので、全然日によっては半袖でもいられるということで、非常にいい場所でした。で、まあ、今回ね、出会いが3つありました。大きく1つはやっぱりアーティスト、島谷が見てきてほしいと言ったアーティストと出会えたこと、それから次ですね、まあ、やっぱり何といっても現地の音楽隊に出会えたこと、まあ、バトーキンですね、あれすごかったです。それからですね、その後やっぱり最後またこれもすごいんですけど、モンゴル美術協会の会長さんにお会いできたこと、まあ本当に素晴らしい出会いがたくさんありました。で、最後ですね、まあ、今回ナランゾンさんという素晴らしい音楽プロデューサーに出会えたことも私の人生の宝になったなと、こんな風に思います。皆さんぜひモンゴルに行く方はこちらの、ビデオをですね、VTR をもとに、皆さん行ってみてください。では以上、P 様が現地からお送りしました。あ、ここはちなみにもう成田についてます。あ、成田じゃない、成田だよね。成田です。 成田についてます。もうおかしくなってます。、はい、ありがとうございました。
皆さん、いつも島谷瞳の島谷製作所をご覧くださりありがとうございます。番組楽しんでくれてますでしょうか。従来よりもちょっと中にも変わったりとかですね、フローテープでやってますが、これからも、お友達でいてくださいね。よろしくお願いします。そして皆さんにお知らせがあります。6月3日にですね、中野ゼロ大ホールにて島谷瞳のコンサートが開催されます。ハートビートというライブを行うんですけれども、もうその通りです、鼓動です。皆さん、鼓動を大きく私が叩きます、ノックします。そして扉を開いて解放された、そして清々しい気持ちでいい汗を流してもらえるような、そういった一夜限りのコンサートを企画しております。皆さんぜひ6月2日、中野ゼロホール大ホールにお集まりください。内容はですね、今回長いですよ。往年の曲をバッとやります。皆さんからいろいろリクエストもいただいておりますが、もう大体やろうと思ってます。だから皆さん覚悟してきてくださいね。ではお待ちしてます。これからも島谷瞳の島谷製作所シミがいつも言えない、これ使われるんだよねきっとね。これからも島谷瞳の島谷製作所よろしくお願いします。